錦鯉の長谷川雅紀です、はい、占い師も大石です。よろしくお願いします。はい、本日は旬な人占い、はい、旬の方、はい、どちら様でしょう。本日はですね、はい、小泉進次郎&滝川クリステル夫妻の相性を占う。すごいですね。なんかね、びっくりしましたね。これ私なんか世間予報で言ってましたっけ、なんか有名人結婚みたいなのって。言ってなかったかな。なかったかな。あの、はい、今回結婚と妊娠を発表された、この2人の相性を占っていただくと、はい、そう、妊娠もね、あ、そうなんですってね。まあまあまあ、おめでたいこと2つ続きということで、いかがでしょうかね。そうですよね。なんかあのこの直後にあれでしたよね、あの早見もこみちさんも実は今日結婚ということで、あ、ニュース出てましたね。おめでたい続き、全国のイケメンファンの皆さん。もう売れちゃいましたよ。ロスがね、もうロスが大変だと思いますけども、はいはいはい、はい、ということで、また、ね、結婚した方に今更相性を見ろっていうのもすごい企画だと思いますが、まあまあまあ、ね、なぜ結婚に至ったのかというような観点も含めましてですね、うん、相性というやつを見てみました、はい。まあ、例によって生年月日なんで、生まれた日までで生まれた時間がわからないというところなんですが、うん、こちら側皆さんから見ていただいて、こう向かって左側の方が小泉進次郎さんのお誕生日、うん、で右側の方が滝川クリステルさんのお誕生日と、まあ、こう2つ書いてあります。で下にこう丸いのが書いてあるんですが、うん、相性を見るときってよくこういう見方をするんですけれども、黒い文字と赤い文字があります、うん、で黒い文字が、小泉さんの生年月日の中に含まれる十二支太刀、赤い文字が、滝川さんの生年月日の中に含まれる文字と、で、ここ黒や赤で点々のね、点線でこういうふうに結ばれてたりするのがあるんですが、この点線はもともと十二支としてあんまり良くない組み合わせなんです、ね、ところが見ると、ね、黒と黒が点線とか赤と赤が点線とかというふうに、お二人のじゃなくてそれぞれがここに鵜と鳥っていうの悪い関係を持っているよとか、竜と犬っていう悪い関係を持っているよというふうに、もともと単体でっていうかね、お一人お一人で実は結婚に難ありのお二人なんです。ところがそのここへ並べてみた時に、この点線はもともと自分で持ってるものたちだったんですが、あとこう赤い線で直線でこう、ね、実線で結ばれてるやつがありますけども、これは良い方の組み合わせなんですね。で見ていただくと分かりますように、赤と黒、赤と黒みたいにして結ばれている。つまり一人一人だとちょっとその結婚に難ありみたいなお二人が、この組み合わせだとそれをフォローするようなその良い組み合わせがこうやって三重にもできるような相性の組み合わせということで、まあ、非常にこう相補的というか補い合う感じというふうな相性なんですね。おう、だこういうのこそまさしく相性のいい二人なんだろうなというふうに考えられますし、うん、まあまあ、要はお互いの持っていないものを相手が持ち合ってくれていて、そして2人で完全な形に近づけることができるというような組み合わせなんですね、うん、なかなかに、素晴らしい組み合わせだと思いますね。あ、じゃあいいんですね。いわゆる占い相性的にはですね、非常にその補い効果というのがバッチリだと。何度かこの番組の中で言ってますけども、うん、好きだの嫌いだのというような情緒っていうのは相性の中では実はウェイト低いんですね、うん、あんなもの気分次第でコロコロ変わるものですから、好きも嫌いも、でそんなことよりも運気の、なんていうかな、お互いに底上げができるかというところが大事で、その点ではお二人がですね、それぞれ一人でいるよりは運気を持ち上げ合ってくれる組み合わせだよという点で、非常に相性の良い人を、まあ、うまく見つけたなというふうに感じますし、なかなかそうですね、必然性のあるお二人なのではないかなというふうに思います。あら、いいじゃないですか、うん、ということで、まあ、相性的には、ベタ褒めでございます、うん、はい、以上でございます。なるほど、なんか長谷川さんの方からの、ビシッと締めのコメントビシッと締めのいや本当これもね、まあまあその SNS 上で言われますけど、その先はクリステルさんがどんなおもてなしをしたんだっていう、そういうことも、つまらん、つまらん話を何年前の話だってですけど、おもてなしですもんね。そうそうそう、はい、ね、だからまあまあね、いいですね。そしたら相性が、うん、まあ良かったと思いますよ。やっぱり相性邁進してほしいですよ、本当、うん、相性のいい人に巡り合えるのは運がいいということですので ね、はい、ということで、はい、ありがとうございました。また明日も見てください。